ソリトンシステムズは世界の中継を支えます。皆さんこんにちは、ソリトンの落合です。私は今リオデジャネイロの国際空港に来ています。2016年オリンピックに向けてこちらソリトンの新製品スマートテレキャスター座を接続テストを行ってみたいと思います。いろんなスポットもありますのでご期待ください。はい、今回ご用意したモデムはこちらになります。合計6本、こちらがファーウェイの E3276500、ファーウェイの E3272 の506、そしてオリベッティオリカード600、こちらがファーウェイ E3276 の500、こちらがファーウェイ E3131、 そして D リンクの DWM221 になります。回線は OI の回線が2本、 TIM が1本、 VIVO が1本、 CLARO が2本、すべて 4G 回線になります。空港から今東京につなげている状況がこちらになります。つながりやすい回線、つながりにくい回線ございますが、待機が安定してくると約 4,5 メガ出る、状況です。オリンピックの開会式、閉会式が開催されるマラカナスタジアムに来ています。式典の他にサッカーが開催されます。1950年のワールドカップマラカナの悲劇の時は20万人が収容された世界最大のサッカースタジアムでもあります。今は7604人収容できるスタジアムとなっています。はい、スタジアムの中です。ご覧の通り、今上限を5メガにしてぴったり5メガ出ています。こちらで選手のインタビューとされるのではないでしょうか。それではマラカナスタジアムの中で接続をしてみたいと思います。十分な待機が出ているかと思います。ここはマラソンのゴール地点となります。アーチェリーも開催されます。日本語でサンバスタジアムといいまして、リオのカーニバルが開催される場所です。2016年は2月の6日から9日に開催されるようですので、オリンピックの前に皆さん視察に来られてみてはいかがでしょうか。サンボドローモで東京につなげてみたいと思います。6本8メガフル HD に十分な待機が出てるかと思います。ここはグロリアマリーナ、セーリングの会場になっています。現在オリンピックに向けて工事が進んでいます。こちらでも接続テストをしてみたいと思います。はい、こちらが接続した状況です。10メガ以上出てますね。モデムも6本つなげています。
かがでしょうか。ここがスタジオオリンピコ、正式名称ニルトン・サントススタジアムです。ブラジルでの愛称はエンジェニアオというようです。陸上競技場となっておりまして、さまざまな競技が行われる予定です。現在まだ改修工事中のようで、着々と準備が進められております。それでは東京につなげてみたいと思います。モデム6本つなぎまして、今の転送レートが大体こんな感じですね。5メガ、6メガ出ております。バラ地区に来ました。競技の中心となる地区になります。オリンピック村、メディアセンター、国際放送センター、プレスセンターなど設置される予定の場所になります。まだまだ建設中のものが多く、急ピッチで工事が進められています。こちらがシンクロナイズスイミングと飛び込みですね。こちらがメインのアリーナ、あといくつか大きな競技場が作られているようです。はい、それではここから東京に接続してみたいと思います。こちらが接続している状況です。マックス10メガ出てますね。こちらは通信環境非常に良いようです。皆さんいかがでしたでしょうか。接続テストは以上になります。ここブラジルでも問題なく使えることが確認できました。オリンピックの際はぜひスマートテレキャスター座をご利用ください。それではごきげんよう。